。お答えいただく方は今日お電話ファックスメールをくださった方の中から抽選で選ばれた幸運な方お一人です。まずは問題です。来週アッコさんはフジテレビごきげんようの収録をされるそうです。はい、その時3匹のおっさんならぬ、はい、3匹のおばはんで臨まれるそうですが、はい、1人はカルーセルマキさん、はい、ではあとお一人は誰でしょうか。はい、1番石田あゆみさん、はい、2番キキキリンさん、はい、3番万田久子さん、はい、4番泉ピン子さん、はい、4択です。私も歌手だったらおばはんでね受けませんかしら。それもおばさんって言ったからプロデューサーおばはんの方が面白いっつったアイディア出してます。もしもし、はい、和田と申しますが。あ、こんにちは。こんにちは、江戸川区のいちご大福さんですね。はい、そうです。あ、聞いてましたか今番組。はい、聞いてました。あ、余裕です。聞いてました。あ、落ち着いてますね。すいません、はい、じゃあ行きます。今の問題の答えは何番？はい、4番の泉ピン子さんで、ファイナルアンサーです。はい、わ、はい、かりました。ね、じゃあ行ってみましょう。正解です。ありがとうございます。失礼ですけど、いちご大福さん、はい、38歳って書いてありますけど、はい、もうものすごく声落ち着いてらっしゃいますね。そうですか。老けてるだけです。え？老けてるだけですと。いえ、落ち着いてらっしゃいます。そうですか、ありがとうございます。で、いつもいい加減旋回を聞きながら昼食ですって、今日は何食べてらっしゃる？今日はあの残り物でご飯とか納豆とか。あ、はい、あ、やっぱり年寄りですね。違うか、そんなことはない。いや、でも当たってよかったですよね。はい、ありがとうございます。はい、なんか有効に使ってください。はい、おめでとうございました。はい、いたします。はい、ということで見事1万円ゲットされました、はい、いちご大福さん。正解は4番泉ピン子さんでした。はい。